あなたのチンチンにブツブツありますか？実は男の2人に1人はチンチンにブツブツが合うと言われています。結構多くの男性が持ってるんですけど、いつの間にかできていて、最初は声量ってびっくりしちゃうんですよね。今回はこのチンチンできるブツブツ、10秒で見分けるテクを紹介します。まずはこの2つの質問に答えてください。1、ブツブツの大きさはバラバラですか？2、ブツブツの数は増えていますか？どちらの質問もいいえでしたら、あっても全く問題はないブツブツなので安心してください。それでは一体このブツブツは何なのか、チンチンのどこにできるかを図と一緒に分かりやすく説明していきます。ブツブツの種類は大きく分けて4つあります。1、フォアダイス。2、神経用陰形小球心。3、放棄腺。4、線形コンジローマ。最初の3つは無害なので取る必要はないんですけど、それでも取りたいという人向けに除去する方法とかかる費用についても後半説明していきます。それでは1つ目、こんなブツブツならフォアダイスかも。ペニペニ。フォアダイスって一言で説明すると脂肪の塊です。このブツブツができる場所はチンチンの竿の裏側、もしくは側面にできます。皮膚の表面には脂腺という油を分泌する小さい腺があるんですね。通常は毛1本ごとに存在して、その毛が入っている毛穴から油を出します。けれど毛がない場所にも脂腺が現れることがあるんです。当然そこには毛、元い毛穴がないので、脂腺から油を出しても皮膚の外には出ないんですよ。その結果、油が皮膚の下に溜まって白っぽい塊になって透けて見えるようになる。これがフォアダイスの正体です。これはあっても全く問題がないブツブツです。性病ではないので人にうつすこともないです。続いて2つ目、こんなブツブツなら神経用陰形小球心かも。ペニペニ。あ、よかった、噛まずに言えた。ちょっと小難しい名前なので、最初の3文字を切り取って神珠様とでも呼びましょうか。この神珠様ですが、フォアダイスと同じく脂肪の塊です。気筒の下側、ぷくっとしている狩りというところにできます。この狩りの周りに大きさの揃った真珠のネックレスのような白いブツブツが並んでできます。このブツブツの大きさはだいたい1ミリから2ミリくらいです。真珠様もフォアダイス同様、性病ではないですし、相手に移すこともないです。これって引っ張ったりしたら取れないのかな？取れません。狩りの表面できているので、ピンセットで取ろうとしても超痛いだけですよ。血が出て傷跡が残る可能性大なので、やめておきましょう。続いて3つ目、こんなブツブツなら放棄腺かも。ペニペニ。放棄腺はチンチンの裏筋、気筒とチンチンをつないでいる部分ですね。その裏筋の左右にできるブツブツのことです。このブツブツ、実は恥孔、通称チンカスを分泌している場所でもあります。包茎の場合、ここに汚れが溜まりやすいので、お風呂に入った時に必ず洗わなければいけない場所です。うわ、なんかチンカスがびっしりついてる。清潔にしておかないとどんどん匂い出してくるので、チンチンは毎日洗いましょう。包皮腺もフォアダイス、神珠様と同じく性病でもなければ相手に移すこともないです。これらのブツブツはあっても痛みや痒みもないです。4つ目のブツブツに行く前に、もしよろしければ高評価やチャンネル登録ボタンを押して応援していただけるとめちゃくちゃ励みになります。いつも動画を見ていただいて本当にありがとうございます。それでは4つ目、こんなブツブツなら線形コンジローマかも。ペニペニ。線形コンジローマはチンチンの竿だけではなく、気筒部分にもできることがあるブツブツです。ブツブツの大きさがバラバラで、鶏のトサカのように尖っていることもあります。コンジローマは性病の一つなので、性行為から感染します。感染したらブツブツがどんどん増えていって、カリフラワーのようになってくるんですね。なので性行為の後、見慣れない大きさの違うブツブツがチンチンできていたら、すぐに泌尿器科か性病科に行って検査をしましょう。フォアダイス、真珠様、放棄腺と違ってコンジローマは病気なので、放っておくとどんどん悪化して癌の原因にもなったりします。他の人にも移してしまうので、コンジローマになったら絶対に治療しなければいけません。実は僕、このコンジローマに感染したことがあるんですよ。今では塗り薬で治療できるんですけど、当時は電気メスで一つ一つ取っていくっていう拷問のような手術で、とんでもなく痛かったです。トイレが真っ赤になった地獄の3ヶ月をこちらの動画で全て語ったので、よかったら参考にしてみてください。いやー、あれはマジで辛かった。では最後に、無害なブツブツ、フォアダイス、真珠様、放棄腺の除去方法と費用について説明しますね。
メジャーなのは高周波メス、もしくは炭酸ガスレーザーを使って除去する方法です。ブツブツの周囲に麻酔をかけて患部のブツブツを削っていきます。だいたい5分から10分ぐらいで終わって、患部は擦り傷のような状態になります。数日でかさぶたになって、1、2週間後にブツブツが取れた皮膚になります。費用なんですけど、保険が引かない自由診療なんですね。なのでクリニックによって結構差があるんですけど、だいたい3万円から5万円くらいのところが多いです。どうしてもチンチンのブツブツが気になる、取りたいっていうならば、除去手術も選択の一つですが、必ずいくつかのクリニックを比べてみて、即日契約はしないで時間をかけて考えてください。そもそも焦らせて即日契約するようなクリニックなんて信用できませんから。チンチンの見た目も個性の一つです。世界に一つしかないあなただけのチンチンを大事にしてください。それではまた次回の動画、 Twitter もしくはボイシーでお会いしましょう。バイバイ。